これは大学4年生に進級したばかりのことです。その日は研究室の発表のための資料作りに追われており、夜遅くまで作業をしていました。レポート終わった。今何時だ？もうこんな時間？もう寝てしまおうと思ったその時、どこからか今まで聞いたことのないような鈍い音がしました。無視して寝てしまおうかとも考えましたが、私は妙に気になってしまい、音のする方向へと向かってしまったのです。その時私の目に映ったのは、とてもこの時間帯にあっていいものではありませんでした。ごつ森。あまりの衝撃に混乱してしまった私は、気がつくとお湯を沸かし、火薬の用意を済ませた後、熱々のお湯をぶち込み、腰を抜かしてその場に3分間座り込んでしまいました。あ、さらにはもともと入っていたからしマヨネーズに加えて、再びマヨネーズをバイプッシュするという禁忌までも犯してしまいました。どうしてこんなことに。いただきます。尖らず丸みのある味に仕上がっているソースと、まろやかさを足してくれるからしマヨネーズが絶妙に絡み合って美味しさを引き立てます。その上、内容量 171g とかなり量が入っているため、食べ応えは抜群でした。ごちそうさまでした。いやー、怖かった。